まず最初にですね、皆さんに重大なお知らせをしなくてはいけません。教科書検定でございます。教科書検定の、結果につきましては、文部科学省が検定結果を公表するまでは一切、公表してはいけないと。つまり合格したのか合格しなかったのか、それからどんな指摘が入ったのか、そもそも私たちは、ね、出版社としてどういう教科書を提出したのか、その中身に関してもですね、一切、公表してはいけないということで、顔で判断ということをですね、言ってましたけども、一応まあ、一昨日かな、文科省が公表しました。そして一部ニュースになりましたので、今日ですね、結果について発表させていただきます。ですね、これはですね、結果としては残念ながら不合格だったんですが、はい、不合格だったんですが、同じ不合格でも前回の不合格とはもう全然もう全然違う状況でございます。今回3回目ですね、3回目の申請ですね。3回目の申請をしたんですけども、もう全然違います。結論的に言うとですね、これは、そうですね、天気晴朗なれども、波高しって感じですかね。どういうことかと言いますと、先日文部科学省に呼ばれまして、先月がまあちょっと2ヶ月ぐらい前ですけども、文部科学省に行きまして、まあ大体どういうスタイルかと言いますと、まあ私と、まあ大学生の執筆者1人、まあ2人で行ったわけですね。去年も今年もそうでしたけども行きまして、そうすると文科省の担当者がこちらへどうぞって言って部屋に通されるんですね。炉の字型のテーブルになってまして、そしてこちらにお座りくださいって言ってですね、そしてその文科省の担当者から口頭でまず結果が申し伝えられます。今回は不合格となりましたっていうわけですね。ああ、また不合格か3回目だなって言って、その、まあ、不合格の理由通知はこちらですって言って手渡されるわけですよ。はい。で、私今回3回目ですけども、1回目も2回目もペライチの紙なんですよ、はい、一冊の本出して半年以上検定して、はい不合格って言ってペライチの紙なんですね。で、それ見ると全部ダメ全部ダメ全部ダメって書いてあるわけですね。そしてまあ調査官、まあ、実際に、教科書を調査した調査官がずらり並んでですね、一個一個聞くわけですね。これどういう意味ですかって、これも全部ダメって書いてありますけど、どういう意味ですかって言って、まあ、説明を聞くという、まあ、こういうことをするわけなんですよ。ところが今回はですね、はい、今回はですね、不合格ですって言われて渡された紙が分厚いんですよ。それ受け取った瞬間、これは来たと思いましたね。分厚いんです。これ70ページ以上ですよ、教科書かぐらい、もう教科書になっちゃうぐらい分厚いんですよ。で、不合格ですって渡されて、あ、どうもありがとうございますって言って、この厚さを確認しながら、やばいこれは来たぞと思ってですね、はい、そして見たら、まあ後でお見せしますけど、まあこれがそれなんですけどね、これ全部で74ページですよ、はい、で、それではまずこれお読みくださいと、お読みいただいて、お声掛けいただいたら実際に、教科書調査官を呼びますからと、そして、今から3時間時間がありますね、3時間時間がありますで、教科書調査官を呼んで、まあ、3時間時間がありますからね、わかりました、じゃあとにかく読みますってことで読み始めたら、いやこんなもん読んでたら3時間しかないのよ。だからこの読んでる時間も3時間に含まれてるんですね、はい、そしてこう読んでたら、でどこ質問しようとか、読んでるうちに、いやこれ読むだけで軽く1時間半はかかる。でこれ見てみると、欠陥箇所、要するに検定意見がつく欠陥箇所が605箇所あるんですよ。605箇所っていうか、一箇所一分ずつ質問したって600分10時間ですよね。ということは読むだけでも、まあ軽く 1,2 時間かかりますし、一問一答すみません、これこれどういう意味でしょうかとか、一個一個聞いて、これ一分ずつでも10時間ですから、そもそもこう、バー見てこれとか、あーバーって見てこれとか、もういくつか絞って質問するしかないということになって、読み始めて2分ぐらいで、これダメだと。
すぐ読んでください読んでください読んでください。で検定官検定長、教科書検定調査官が来て、もうしょうがないから、これとか言って質問して、で質問これどういう意味でしょうかと質問聞きながら、次の質問はみたいな、聞きながら次の質問聞いて、お前ちょっとメモしてけとか、やメモしておきますとか言って、で次これどういう意味ですかとか言って、これはですね、どうして、次はとか言いながら、もうそんなんで3時間ですよ。3時間だから結局質問できた項目はいくつかな、1個、しかも5分とか場合によっては10分とかかかっちゃったわけですよ。ですからもう時間いっぱーとか言いながら終わっちゃったと。今から思えば、これ聞けばいいか、あこれね、あのこれ見ても意味が分かんないですよ。そうですよね。これどういう意味みたいな。で、抜粋とか少ないですもんね。引用してないじゃん。そうなんです。で、あの箇所はここからここ何ページの何段目の何行目から何行目って言って書いてあるんだけども、それがですね、あの、生徒が理解しがたいとか。どこがみたいな、理解できるっしょみたいな理解しがたいで聞くと、例えば、こう一面的な説明しかされてないから、生徒が分かりにくいとかっていう、聞けば、ああそういう理由なんです、あ分かりました、じゃあそこやります、こういうふうに書き換えますっていうふうに分かるんですけども、理解しがたいとか誤解する恐れがあるしか書いてないんですよ。誤解しないだろうとか思うわけですよ、こっちは。聞いてみると、ああそう、あそういうことですかみたいな。だったら、だからそれね、調査官がなんか資料を見ながら何番とか言うと、何番はですねとか言って読みながら説明、いやそれをよこしてほしいんですけどみたいなそもうそれ用意してんだったら、もうそれをよこしてほしいのに。で質問するとあるんですよ。で質問すると、あ担当は私ですとか、担当私ですみたいな、皆さん担当があって、で上で、いやこれすっごいシンプルしか書いてないんですよね。それをくれれば、いやいやそれさえくれれば5分で終わっていいですとか思うんだけど、そもそも3時間で無理ですよ。605箇所ですよ。で逆に言えばですね、これ要するに検定意見ですね、ここがダメだここがダメだっていうことが言われてるんですよ。ということは、このこれを全部クリアすれば通るということです。はい、全部クリアすれば通ります。ということは何が言いたいかというと、次は通ります。言った言った。いやいやいや、これまでは次通るっていうのは気合だったんですよね。なるほど、はい、なるほど、はい、そうだったんです。この前は気合だったんですよ、はいはいはい、で全部ダメって言われてて、なんとなく、まあ、その時も3時間与えられてるんですけど、3時間もかかんないんですよ。だって全部ダメって言われて、どんなですかとか聞いて、全部ダメ、まあ、例えばこれまではですね、例えば図表が少ないとか、じゃあどのぐらい増やしたらいいんですか、別にどのぐらいって決まってるわけじゃないんで、少なくとも今のままじゃダメですみたいな感じであとそれから終戦の経緯が詳しすぎますとか、ね、バランスが悪いとか言ってですね、いろいろ言われて、バランス整えろみたいな、抽象的なんですよね。図表を入れろとか、バランスが悪いとかですね、神話がうざいとは言われない、神話が多すぎるっていうことなんでしょうね、それも含めてバランスが悪いみたいな話でですね、言われまして、ですから、まあ、これまでは気合でね、次こそ通すぞ、よし図表入れてやるぞとか、バランス取ってやるぞとかいう感じでですね、まあ、抽象的な、だからこの記述のこれがっていうのはこれまでなかったので、全体としてこうみたいに言われて、分かりました、じゃあ全体としてそれやりますやりますみたいな感じで、2本目作ったらまた言われ、で3本目作ったらまた言われっていうのが今回3番目だったんですけども、3回目ね、詳細ね、全部来ましたから、分かりました、じゃあこれ全部クリアしたら通るんですね、ということなわけですね。ですからもうここに書いてある懸念をですね、一個一個全部潰していってるんですよ。ですから次は、あの根拠がある通りますですから、これまではよくわかんないけど頑張るしみたいな、そういうあの通るだったんですけど、今回はもうこれ来ましたからね、はい、これさえ来れば、はい、次は通ります、はい。